どうしたエルナ、あのスパイは何か吐いたか。私はあなたの娘ではないのか。誰に聞いた。では私の記憶は。誰に吹き込まれたか知らんが、お前を拾った時にはすでに記憶はなかった。たとえ血がつながっていなくとも、お前は私の娘だ。お前を愛している。撃てばお前は反逆者として終わり、死を早めるだけだ。未来を決めつけることなんてできないさ。悪い子だ。どうだった？エルナが裏切ったぞ。発見次第殺せ。私は何者だ？私の本当の親は。残念だけど、私の一流の情報収集力でもわからなかった。ところで、うちのボスは敵チームから追い出されたエースの入団を希望してるわ。言ってる意味わかる？スカウトよ。逃げる？立ち向かう？見せてやろう、我らの女神ウルダの姿を。ちょっと素直になってもらった。昔のお前のようにな。簡単にこの場所を教えていただいたぞ。未来人にも弱みはあるもんだな。アランか。クリスから聞いた。すまない、君たちまで巻き込んでしまった。隙を見てなんとか。アランできるか。トラブル発生からのデータは全て残っているはずだ。それを解析すれば。侵入者だ。やば。ジャネット、クリス、ごめんなさい。もういい、未来に返してやる。帰りたくない。私は遺伝子技術で作られた人造人間なのです。作られた？私と同じか。ワープという未知の環境が人間に与える影響を調べるためのサンプルでもあるんです。未来に戻ってもデータを取られて廃棄されるだけ。そんな状況から逃げたくて、未来を変えてしまえばって思ってしまって。それで未来を決めつけることなんてできないさ。へへ、あら、また白髪が増えたんじゃない？こんな時にも皮肉か。あら、皮肉は人生を楽しくしてくれるのよ。他人の不幸でね。諸君の活躍によりこの宇宙船が手に入った。アークやヴァンパイア、ラスプーチンと比べても素晴らしい成果だが、この船一隻で変わるほど今の戦況は甘くはない。そこで我々はこの船で過去へ。戦況、歴史を、運命を変える。未来人と我が国の科学力があれば5年でこの船を量産できる。過去と運命の女神ウルダは祖国の勝利、世界の覇権を授けるのだ。次回。